セフィロスがいるのか。わからない。モンスターいそうだね。いかにも。ザコは適当にあしらう。深追いは禁物だ。ザコなんていないよ。私には全部強敵。私も。ああ、俺もだ。クラウド、なんとかしてくれ。2000だな。極上と普通の間くらい？何の話？もみ。もみ？行くぞ。各自注意してくれ。無事だといいな。ああ。でも深入りしない方がいい。私も行くね。いや、こういう場所の歩き方にはちょっとしたコツがいる。素人は悪いが足手まといだ。私も行こう。多少心得がある。じゃあお願い。ごめんね。無関心と。ううん、ありがとう。他の車と見失うなよ。気をつけてね。遊びを申すよ。アメル、決まった。この、出るよ。任せて。そこ。行くよ。逃げても終わったね。わあ、広い。あの建物。出口までつながっているのかもな。それで、あいつどうします？先輩、あのですね、私正直納得してないんですけど、あのクロマントを追跡して何か意味あるんですか？上からの命令だ。俺たちタークスにとってはそれが全て。うわぁ、仕事人間登場。でもあいつもう助かりませんよ。楽にしてやりましょう。孫主任ならきっとそうします。ひどい。誰だ。いい耳だ。ごめん。あ、はあ、アバランチ。私はタークス期待の新人イリーナ。社会の敵ども成敗してくれる。レノは？バッキーション。レノ先輩の留守は私が守る。新人といえどもタークスだ。なめるなよと。やっ。Yeah.
物騒なもんはそのままだ。おかしな真似すんじゃねえぞ。さーてと、仲間と七番街の敵どうしてくれよう。恨むのはお門違いだな。お前たちが始めた戦争だ。うちもいろいろあって状況が変わった。お前たちは賞金首だが、今後我々の邪魔をしなければ見逃してやる。上から偉そうに。エアリスをよろしく。気分爽快だぜ。上がって、これそう？任せとけ。じゃあ出口で合流しよう。おう。こんな連中を大勢見たことがある。北条のところだ。重度の魔法中毒らしい。死んだべ。しかし揃って何してるんだ。セフィロスを追っている可能性がある。クラウドはそう考えている。クラウドは大丈夫か。あいつあんなとこで何やってんだ。バレット、おーい。どうした？休憩か？向こうに渡れないの。そっちで足場を作れないか。忘れんなよ。
スリルの階段とは豪勢じゃねえか。よっ、遅かったな。でっけえミスリル見つけて目がくらんじまってよ。のここもいつ崩れるかわからない。急いで出た方がいい。ああ、でもシンラに居場所を知られている。待ち伏せされているかもしれない。俺が連中でもそうするぜ。でもよ、それでも行かなくちゃならねえ。俺たちはあれを見ちまったからな。俺たちの使命は星を守る。シンラが邪魔するなら戦うしかねえ。クロマントの連中を追いかけよう。おそらくセフィロスとつながっている。おい、見ろよ。シンラはいないみたい。ん、倒し、あ、そんな、泣けてくるぜ。あそこ行くのかな。神羅の要塞都市ジュノンだ。是什么丧尸的节奏？行こう。見ない顔だな。沼を越えてきたのか。はい、グリーン牧場のお世話になってなんとか。まったくグリーンのやつ。チョコボの沼渡りは危険だからあの看板は外せと言ったのに。俺はここの牧場主のガボンだ。最初に断っとくが、チョコボの貸し出しはしとらんよ。運送の仕事はシンラの規制が厳しくてね。それでものらりくらりと営業してきたが、ついに荷車が壊れたんだ。修理のための部品もなくて万事休す。俺もチョコボも心が折れちまった。修理手伝いましょうか。いや、もういいんだ。部品があれば治りますよね。それはまあ、でもこんな状態でな、報酬を出す余裕がないんだ。何度か話したが戻ってくるんだ。今さら野生には戻れないのさ。こうなっては仕方がない。俺が責任持ってあいつらと一緒に朽ちていくよ。そんなの責任じゃないと思います。ね、お願い、チョコボと私に力貸して。ありがとう。話が進んでいるが、修理用の部品の調達は大変だぞ。この辺りじゃ手に入らない。どこにあります？山の上の小屋に職人がいる。だが小屋までは山登り用のチョコボが必要だ。ベルってのがその辺にいるはずだが。そのチョコボならもういます。ほう、では出発。ガボンの荷車を直したいんだ。ああ、部品か。じゃあ明日か明後日に来てくれ。今は眠くて眠くて。どうする、叩き起こすか。起きなさい。おい、本気か。
おっかねえな、うん、俺を動かしたいならそのメモを見て全部集めてくるんだな。おじいちゃんどうする？やる、絶対。持ってきたぞと。ん？おお、大盛りか。うわ、俺はブレディ。で、何の用だって？ああ、そういや、そんな話だったな。あ、ちょっと待ってろ。ほら、できたぞ。俺にしか作れねえ頑丈なやつだ。好きに持ってけ。もっと作っておいてください。ガボンさん、きっと来るから。どうだか、ま、気が向いたらな。おい、用が済んだなら帰った帰った。ガボンさん、ブレディさんからいいものお届けです。ほう、荷車ちゃんと直してチョコボ大切にする。ん、まあ仕方ねえな。ああ、やるよ。じゃあ今すぐ始めてくださいな。ふう、できた。おー、ブレディのやつ、ずいぶん張り切ったな。申し分のない、立派な荷車だよ。ありがとうな。これでいつでも運送業に戻れるよ。よかった。じゃあ、帰る前に一つ質問。私たち来なかったら、チョコボ、ずっとあのままだった？かもな。そっか。でも死んだカンパニー怖いから仕方ないよね。口出しされたら逆らえないし。そりゃ違う。死んだにビビったりはしねえよ。じゃあどうしてお仕事辞めたの？そりゃあんた、荷車が壊れちまって直すにも部品の調達が面倒だし。おお、要するに面倒だったんだよ。面倒だった。わかった、俺が悪かった。全面的に悪かった。これからは仕事に精を出すよ。部品もストックしてすぐに直せるようにするし、チョコボの世話もちゃんとする。聞いたよね、うん、ではよろしく。姉ちゃんにはかなわねえな。なあ、女王手座可以去另外一个牧场的感觉哦。ちょっと待って。ん？日の当たらない村、アンダージュノンへようこそ。私はロドナー、村長兼警備主任だ。アバランチ。だったらどうする？とりあえず通報しようかね。当たりだったら10万ギルド。悪いけどよ、諦めてくれ。ふん、エアリスだね。あんたは50万ギル。すごい。でもね、見て見ぬふりは得意なんだ。通報はしないよ。罠じゃねえだろうな。この村の歴史を知ればそうじゃないってことがわかるさ。気に入らないなら出て行きな。宿はあっち。閑古鳥が鳴いている。好きに過ごすといい。
黒いマントを着た連中は来なかったか。見てないね。黒いスーツなら来たけどさ、男二人、女一人。ほうほう。あのエレベーターで上に行ったよ。ほうほうほう。何を考えているんだい。知ってるだろうけど、上は神羅の要塞都市ジュノン。エレベーターは神羅関係者専用だ。上で何かあるらしくて警備が強化されてね。兵士たちもピリピリしてる。ピリピリ。何かやらかして村を巻き込んだら私が許さないよ。さてどうする。クロマントは来てないらしい。彼らの目的地がどこであろうと、この地方から離れるなら私の知る限り海に出るか空を行くしかない。そうだな。手分けして情報を集めよう。ここで船が手に入るかどうか、他の移動ルートのこと、見失ったクロマントの行方も気になる。終わったらお宿に集合。ああ、それでいい。行こうか。我们期待下次剧情的发展哦。我是森龙，继续记得按赞订阅我的频道哦，谢谢大家，拜拜。